おすすめのクッカーの例、クッカーの違い、それぞれの良さ、山道具の変遷でどんなものが出てきたかっていうのをちょっとね見ていきましょう。このクッカー、いろんな今まで用語が出てきました。種類分け説明していきます。丸型クッカー、上から見て丸いです。これは OD 缶がシャコッと入ります。でこれちょっと今蓋ないんですけど、ユニフレームの角型クッカーに代表される角型クッカー、こんなのもあります。袋面がね、ちょうどサイズみたいなのもあります。で、横から見た時に浅いもの、深いものがあります。で、さらに素材もアルミ、チタン、あとはステンレス、清潔でね、錆びにくいというか、まあ綺麗に拭けたりとかってステンレスっていうのもあります。で、お値段も比較的お求めやすいですね。で、ちょっと重たいです。こんな感じで素材っていうのがあります。で、さらに付加機能や、差別化ということで、さっきみたいにフッ素があったりとか、蓋が使いやすかったり、ジェットボイルとかに代表されるクッカーがもうくっついちゃってるタイプ、高効率のもの、 MSR でもいいです、高効率のものがあります。あとはスタッキングが優秀なもの、花からスタッキングで売られているようなものっていうのもあります。これもこれだけのバリエーションが売り場にはいっぱいあります。ただ初めてのクッカーであれば、私たちから見ても、まあ、サイズだけね、とにかく軽いのが欲しいとかじゃなければ、もうここ行っとけばいいんじゃないかなと思います。で、いろんな素材とかねあるんですけども、一般登山ではシンプルにですね、どれでも山で食事は楽しめます。多少の黒があったり焦げたりとか、次の日も焦げた鍋でお湯飲んだりとか、いろいろあるかもしれませんが、全然ね、まずはやることが大事なので、どれでも食事は楽しめるというのはポイントと、絶対チタンじゃなきゃいけないとか、絶対このモデルじゃなきゃいけないというのは特にありません。で、より軽量化、軽量性、より使いやすい、燃料が少なく済むとか、この後選ぶ時のポイントってバリエーションいっぱいあります。ただ今回は初めてということで、テントワークで重装して何日も行きますよとか、ウルトラライト系であるとか、焚き火にくべたいんだけどとか、まあ、沢屋さんも含めて、ちょっとね、やってる人向けの内容は省きます。初めての小屋泊だったりとか、日帰りの登山でまず一つ目買ってみようという方に対象にの話ですね。で、重装とかね、いろいろ始める段階ではもう分かります、自分に必要なものが。例えばの例ということで、私が実際に例えばこの10年で使ってたクッカーをちょっと今日ね持ってきました。久しぶりに山を始めた時に、時代が進化してて EPI の ATS チタンクッカーっていうのを買ったんですね。これ容量900で結構ねしっかりしてるんですね。で、これはやっぱりベーシックなものですし、当時、今でもそうですね、この ATS の加工、これ火がよりまんべんなく、熱伝導をよりまんべんなくするためのものなんですけれども、で軽いと。で、アルミがね、さっき紹介したのが 250g ぐらいに対して、これだと 170g 前後のものが多いです。まずね、やっぱね、これ買うんですよ、こういう普通のやつ、900のやつ、これまあチタンなんだけど。で、その後ですね、スピードハイキング、やっぱちょっと荷物軽くしたいなとか、天白でよりいっぱいしょいたいなと思って、今ソロセットチタンって名前で売ってますけれども、コンパクトなやつ買います。これはシェラカップいらなくなるんですね、下が蓋で。で、現行モデルは蓋のノブとかも良くなってて、いろいろ変わってるんですけれども、こっちにもね蓋があったりとか、やっぱりスノーピークならではの工夫がされているモデルですね。こっちは缶もオーディ缶もちっちゃいので、トータルでの重量っていうのがやっぱりより抑えられるですね。900の中に110を入れてもいいんですけど、もったいないんで、スペース効率が、ちっちゃいやつにちっちゃいやつ合わせるという感じで使って、山の楽しみ方ってどんどん変わるので、より時間を楽しみたいって思うようになりました。角型クッカー、今これ蓋ないんですけども、ユニフレームの昔単品で売ってました、山クッカー角型。今はスタッキングできるセット品になってるんですけども、みんなで行った時にですね、共同で、料理したりとかする時にご飯もらったりとかね、共同装備の時に浅い方が使いやすかったですね。で、これ決して浅くはないんですけれども、自分一人で行く山ではなくて、いろんな人と楽しむ山だっていう時に、お湯を沸かすためのがね、モデル、深型の丸型だと料理もらいにくいですよね。まあ、そんなことどうでもいいんですけれども、
お湯を沸かすためのチタン系のものがに対して比較的料理向きのアルミで浅型になっているモデルの方が使いやすいという形で、やっぱり好みも変わってくるし、シチュエーションに合わせて使い分けしていくものになります。でこれ使ってる時にはやっぱりもうシングルバーナーじゃなくて、ガソリンのバーナー使ったんで入れる必要もないなみたいな感じでっていうのもございました。でこれが私の一例です。僕使ってるのはこれです。山の道具、いろんな今道具があるんですけれども、クッカー最新モデル、この5年ぐらいかな、すごい進化っていうのは生まれてるっていうよりもより熟成されていってるっていうフェーズになっています。なのでどれを選んでも結構間違いなくていいものになっています。そんな中でいろんな時代がございました。私が登山体験初めてやってからアルプスちっちゃい頃行ってですね、そこからこの30年で、個人的な主観でちょっとね時代をこうまとめてみました。昔の道具ですねからいくと、最初はねやっぱグループ装備、天白自体が非常に重たいで、天白装備で20キロ30キロも当たり前の世界でした。その時には大きな鍋だったりとか、数人で登山に行ってテントもね分割して人で持つような時代だったと思ってもらっていいと思います。今でもそういう文化っていうかの登り方ありますけれども、まあ、山岳会であるとか、学校の登山部であるとか、いろいろ伝統とね歴史もいろいろあるので、共同装備っていうのは大事にされているっていうのは私の個人的な印象ですね。そこから道具が良くなってくると軽く小さくなりました。一人一つのテント、一人一つのクッカーを持つような時代になりました。みんなで1個のバーナーを大切にするっていう今でもあるんですけど、それプラスですね、一人個食個泊ですね、一人のテント、一人の、食事を作るという豊かな時代に、ね、なりました。そこから割と最近に来ますね、山ガールや最近の漫画の影響なんかもあって、 山での食事、山食なんて言って山での食事を楽しむ文化が生まれたというかな、より充実してきました。でこの頃になると高齢化の関係もあって登山人口自体がだんだん減少してきました。昔は山っていうと本当にぎゅうぎゅうの小屋だったりとか、天板も隙間がないようなことが多かったです。で今でこそまだそういう観光地みたいな場所は残ってますけれども、以前に比べればゆったり隣のテントとの間隔もわりかしね、お互い迷惑にならないような距離感で、まあちょっと言い方悪いかもしれないですけど、山を楽しみやすくなりました。これがこの 4,5 年前からと思ってもらって、もうちょっと前かな思ってください。で現在ここです。 SNS 時代って書いてあるんですけど、楽しみ方のバリエーションが非常に多彩になりました。価値観もそれぞれも人それぞれ楽しみ方が変わっちゃったと。山に行って写真を撮る、絵を描く、高山植物をめでる、何でもいいです。よりスピード速く登りたいとかの中にですね、スマホの写真で綺麗に撮りたいとか、そういったね SNS 系の遊びがさらに増えてきました。で情報も増えたので、いろんなエリアの情報手に入るようになりましたね。これがシーンの変化、重たい時代からだんだん今はライトな、カジュアルな登山というのが増えてきているように思います。でさらにそこに道具の立ち位置ちょっと入れてきました。昔の道具っていうのは、まあ、イメージ的には30年前だと思ってください。結構ギリギリだったんですね。ゴアテックスとかっていうよりももうヤッケみたいな感じでしたし、道具自体も重たかったです。それがですね、個人装備の時代に入れたのはチタンだったりとか、いろんな道具が軽くなって、より遠くに、体力に差なく、ちゃんとね山頂まで行けるような、そんな楽しみ方ができる時代になりました。なので、荷物はよりコンパクトに、今の最新で天白装備で個人差あるんですけども、13キロぐらいに収まっちゃうことが結構あります。それがですね、もう道具が良くなりすぎて必要十分を満たす道具が非常に増えました。というところで今度は付加機能ですね、さっきのフッ素であるとか、プラスより使いやすくなるための機能が加わりました。で道具はさらにですね、さらにさらにより軽くなったりしてきています。これによってですね、今まで
天白が18キロ、20キロ、25キロ当たり前だった時から比べて、またジュート短靴ですね、あの厚い革靴で足が痛く、まあ、靴下20履きのような時代と違って、非常にライトなアイテム、あのギアが増えてですね、余裕のある登山ができるようになりました。一眼レフをもう一個持っていっても何してもいいんですけれども、あのちょっとした荷物が、余計な荷物が背負えるように逆に言うとなりました。そこでですね、食を充実させる、僕らまさにそうなんですけど、昔ダチョウも背負ってたんですけど、あの、まあ、今でも背負ってるんですけども、そんなね、なんかちょっと時代が、道具が軽くなったんで、より持てるようになっちゃったんですよ。で、周りの人のね、迷惑とかもあるんで、一応ちょっとこんな感じで道具書いておきましたけれども、この道具視点で見ると、コッフェルって感じで、大きい鍋で輪を囲むイメージから、チタンのクッカー出てきて、ULK も含めて出てきて、で現在は例えばメスティンを使って楽しむ、メスティンを使いたいから登りたいぐらいまでねの方々いらっしゃいますけれども、またはフライパン自体を、あるいはですね、家庭の調理器具を多少持ってったりとか、そんな方々もいらっしゃいます。で、あのとにかく人に迷惑かけないことっていうのは山大事、あの自然とね、山両方に迷惑かけないこと、自分の持ってったものは持ち帰ることとか当たり前なんですけども、で私はさっきダッチオーブンって言いましたけれども、これあの雪のシーンが多かったんですね。雪の中で誰もいないところでやったりとかっていうのはやっぱすることあるんですね。マナーよく、お互い気持ちよく山登る、でかつ食事を楽しむための工夫っていうのを考えていきましょう。じゃあ最後になります。今回クッカーおすすめということで2機種ベーシックモデル紹介しましたけれども、はい、こちらモンベルとプリムスでしたね。買い替え買い増しするときは自分の使い方、こだわりがすでに見えるようになっています。より天白にステップアップしたい、よりストイックに登りたい、より、違う楽しみ方をしたいというときには、皆さんも自分の欲しい必要な機能っていうのが分かります。また山に行って他の方のやってるのを見たりとかしてですね、いろんな影響を受けると思います。なのでまずは黄色いハンドルが可愛いからでも僕は構わないと思います。始めることが大事になるので、まずはですね、売り場に、アウトドア専門店に行ってですね、これいいなと思うものを一つ見つけていただいて、で道具はあのいい道具を選ぶとですね、あのその後5年10年の付き合い、それ以上の付き合いになります。で道具を見るたびに一緒にあの山も登ったななんて思ってもらうと、道具もね喜んでくれると思いますんで、気に入った一つぜひ売り場で見つけてみてください。以上です。